自然に見せたいなっていうかドキッとさせたいなと思ってて、あんまり肩に力入んないんで、もしかしたら恋人とか、なんか男性なのか友達でもいいんですけど、一緒にいるときにふっと口ずさんでみたいな印象にしたいなと思います。よーアクション。森の香りがする、フォーレ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 スティン。カットカット。可愛いんじゃない？ちょっといいですね。可愛いかな。じゃあプレイバックします。森の香りがする。フォーレ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 スティン。カット。カット。ノンアルコールカクテルみたいな感じなのかなって勝手に思ったんだけど。そんな感じ。ね。もうアルコール 0% なのにアルコール飲料。不思議だね。ね。森の香りがする。フォーレ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 スティン。このテイクいいね、やっぱりね、このテイクめちゃくちゃいいね。これだね、これだ。よーい、アクション。ではこのカットを聞いていただきました。はい、じゃあ CM 部分、木村さん撮影以上になります。ありがとうございました。とっても光栄です。キャピキャピしてる感じではなくて、ほっとくつろげる空間を表現するっていうことで、今回はとてもしっとりやらせていただきました。都内にいるとなかなか難しいですよね。だからこそこういうタイミングでこれだけこう森林の中に来れた時に、気持ちよさとかこうリラックスさせてもらえる感じとか、そういうものにありがたいなと思ったりします。リラックスっていう部分はもちろんありますけど、それだから落ち着くっていうことではなくて、落ち着いた後にちょっと楽しくなるようなテンポでもあるので、気分が楽しくなれるように私も楽しく歌いました。難しかったところは音程ですかねちょっと高いし、その歌いながら気持ちを乗っけたりとかタイミングがあったりとかっていう部分はあったので難しかったです。ポイントはゆったりくつろげる印象も与えたかったので、あまりこう肩意地を張らずにふわっとほっと一息できるような、そんなイメージでずっと撮影してました。よっ、飲む瞬間にふわっと森の香りがして、本当に森の中で深呼吸したような気持ちになりますね。これならリラックスを感じられて癒されちゃいそうです。皆さんにも楽しんでほしいです。リラックス方法は何も考えずにお家でぼーっとすることですかねいつも日々いろんなことを考えてしまうから、なるべく考えないように考えないようにってしてます。森の香りがする、フォーレ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 
が香るノンアルコールソーダフォレスティサントリーから。